鳩山二郎は日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員。元福岡県大川市長。父は文部大臣、法務大臣、総務大臣等を歴任した元衆議院議員の鳩山邦夫。母は元タレントの後見、エミリー。東京都文京区出身。青山学院に初等部から入学し、そのまま中等部。 高等部へ内部進学したが、高等部を中退。オーストラリアのザサウスポートスクールを卒業後、日本に帰国し、京林大学社会科学部を卒業する。学士を取得。大学卒業後、京林大学大学院国際協力研究科博士、前期課程に進学するが、中退。大学院中退後は父、鳩山国夫の施設秘書を務める。 2011年、福岡県知事選挙への立候補を一時、検討していたが、最終的に出馬を断念した。2013年、父、鳩山国夫の選挙区である、福岡ッ区に含まれる、大川市の市長選挙に無所属で出馬。元市長の江上人氏、中村テールを、全大川市議の石橋忠利を破って初当選し、市場最年少で、大川市長に就任した。 2016年6月21日、父、国尾が死去。それに伴い実施される、衆議院、福岡ロック補欠選挙に、大川市長在任中ながら、自由民主党から出馬したい意向を示していたが、自民党福岡県連は鳩山を含む、複数名の候補者から選考を行い、県連会長を務める倉、内勲夫の息子で、元秘書の倉内県の公認を党本部に申請。 鳩山はこれに反発し、7月31日に、自らも補選に出馬する意向を表明。自民党の公認を得られなかった場合は、無所属での出馬も辞さない考えを明らかにした。9月9日付で、大川市議会が、鳩山の辞職に同意し、大川市長を辞職。鳩山の出馬表明を受け、党本部は、小屋刑事選挙対策委員長が、 蔵内に出馬自体を促したものの、蔵内が応じなかったため、蔵内、鳩山のいずれも公認せず、当選した候補を追加公認する方針を決定した。福岡ロック補選は10月23日に党を開票され、10万票調を獲得した鳩山が、自転の民進党候補に大差をつけて圧勝し、当選後に自民党の追加公認を受けた。一方、 鳩山同様に自民党の公認を得られず、無所属で出馬した倉内県は約2万票の獲得に止まり、鳩山におよそ4倍の得票差をつけられる惨敗を喫した。2016年11月10日、衆院補選で支援を受けた二階都市が会長を務める志卒会に入会した。2017年10月22日、 第48回衆議院議員総選挙にて再選。2016年10月23日投開票の衆議院福岡6区補欠選挙には無所属で立候補したため公職選挙法の規定により選挙事務所の設置が1箇所しか認められていなかったが実際は選挙管理委員会に届け出た久留米市の事務所のほか大川市、水間郡、浮橋 小郡市の4カ所でも選挙事務所らしき施設を開設しており、公選法違反の疑いが報じられた。鳩山の45歳の男性秘書が不正に消費税の完付申告を行ったなどとして東京国税局から完付を保留された免税店運営企業4社をめぐり、同国税局の幹部を議員会館に呼び出し説明を求めていたことが明らかになった。 説明の場には鳩山も同席していた。国会議員の秘書の立場を悪用した国税への圧力であると指摘されている。ありがとうございます。